ボーイング747シリーズ B747 シリーズの最終モデルである B747 から8ボーイング747はアメリカのボーイング社が開発、製造する大型ジェット旅客機シリーズ。1969年2月の初飛行から多くの改良を重ね、半世紀以上にわたって生産が続けられたボーイング社のロングセラーであり、 エアバス A380 が初飛行するまでは世界最大の民間航空機であった。一般的にはジャンボジェットの愛称で呼ばれる。世界初のワイドボディ機でそれまでのボーイング707やダグラス DC-8 といった従来のジェット旅客機の2倍以上の乗客数を誇る。航空業界に大量輸送時代を到来させたことによってそれまで一般庶民にとって 高値の花であった航空旅行、特に国外旅行の大衆化を可能にした航空士に残る画期的な機体であった。アメリカや日本、アラブ首長国連邦など世界各国の政府、首脳専用機に採用され、NASA のスペースシャトル輸送機等にも転用されている。この他にも積載性の高さから大型貨物機としても大きな成功を収め、旅客型、 貨物型問わず世界の航空会社で活躍した。なお、2021年3月現在までの航空会社一社による合計発注機数は日本航空の113機が最多である。愛称のジャンボジェットは19世紀後半にロンドン動物園やバーナムベイリーサーカスで活躍した有名なアフリカ像ジャンボの名前に由来している。当初ボーイング社は 鈍重なイメージがある。この愛称は最新鋭機にふさわしくないとしてこの愛称を認めず、スーパーエアバスとしていたが、愛称が一般に受け入れられたこと。1970年代にエアバスインダストリーがヨーロッパにおいて航空機製造を開始したこともあり、今日では公式の場で故障を用いることが多い。2014年6月28日に、 製造機数通算1500機目の747がルフトハンザドイツ航空へ引き渡された。また747シリーズの引き渡し数通算1500機目が日本貨物航空に引き渡された。1968年9月30日の公開の様子当時としては破格の広さだった。キャビン1960年代の国際航空路線は1950年代に開発された。 ボーイング707やダグラス DC-8 など通路を1本持った乗客数150から200人の機体が主力であった。特にパンアメリカン航空、日本航空、エールフランス、英国海外航空など各国のフラッグキャリアをはじめとする主要航空会社はこれらの機体を使用して旅客の獲得競争をしていた。当時、ボーイング2 7 7や アエロスパシアルコンコルドなどに代表される超音速旅客機の開発が進んでいた一方、世界各国では空港の拡張が進捗していなかったことに加えて航空機騒音が深刻化していた。増加する航空需要に対応するためには航空機の大型化が求められた中、ダグラスエアクラフトは DC-8 の胴体を延長したマイナス -60 シリーズをリリースして、 好評を収めたが、ボーイング707は、ランディングギアの短さから、胴体のストレッチが不可能となっていた。このような状況で、パンアメリカン航空は1970年代以降に、主力となると思われていた、超音速旅客機と並ぶ、次世代機として、従来機の2倍以上の乗客を乗せる大型機の開発をボーイングに要求した。この頃のボーイングは、 アメリカ空軍の次期戦略輸送機計画の受注争いでロッキードに敗れた直後だったが、この計画に当てていた技術、人員を転用して設計案を民間輸送機に見直すことをパンアメリカン航空の経営者であるファントリップに提案した。トリップはこの案を大いに気に入り、百六十五年十二月二日にボーイングが本気で四十七を開発するなら、 最初の25機を5億5000万ドルで購入すると確約した。その後、ボーイングは1969年末までに最初の747機をパンアメリカン航空に納入することに合意。平均的な開発期間のに3となる28ヶ月で設計を終結させたが、このスピード開発を達成した関係者らには後にザインクレディブルズのあだ名が付けられている。 747は旅客機として設計されながら、当時の輸送の主流でもある横2列でのコンテナ積載を可能とした胴体直径を持ち、機種部分は前方からの積み下ろしも考慮されたことであえて2層構造を採用。操縦席及び上員収容部はアッパーデッキに置かれる特異な形状の機体となった。これは超音速旅客機の収益後に貨物機へ。 回収されることを見越し、前述の戦略輸送機計画の原設計をそのまま残したものである。この形状から民間航空会社からは旅客機以外にも貨物機としての受注も得られることとなり、超大型機かつ旅客機、貨物機の双方が100機以上受注されたのは統計列のみである。この他にも計画当初はエアバス A380 のような総2階建て旅客機という、 コンセプトが上がっていたが、連邦航空局の定める、事故の際90秒以内に、乗客全員が緊急脱出できることという条件に、合致しないことからこれは断念された。ただ、当時の航空需要から考えると707の2倍以上となる大きさはあまりにも巨大であったことから、ボーイングの車内にも747に対して、会議的な雰囲気があった。しかし、 トリップの強い意志と常述の通り将来的に需要が増えると予想される貨物機に転用する見込みにより計画が進められることとなった。パンアメリカン航空が25機を発注したことが発表されると同社と競争上の脅威にさらされることになる同国のノースウェスト航空やトランスワールド航空に加え日本航空、英国海外航空など 各国の航空会社からの発注が相次いだ。しかし、当初はエンジンのディスペックがカタログ上のデータに到達せず、最高速度や航続距離に不足が生じた。このため、機体の重量を軽減して、エンジン出力の不足をカバーする措置が取られ、設計の再検討を余儀なくされた。その後は、吸気温度を下げる水噴射装置を追加装備するなど、 燃焼効率を向上させて、エンジンを強化し、離陸重量の引き上げが行われたものの、軽量化で生じた脆弱性は、ノーズギア付近の補強をはじめ、様々な回収という形で影響し続けた。なお、747の開発当時においては、今後の旅客機の主力は超音速旅客機が期待されており、航空省でコンコルドと747が並ぶと、 人だかりができるコンコルドに比べ747の、周りには人がまばらという光景も見られた。パンアメリカン航空747から100日本、航空747の100と富士山1970年1月、パンアメリカン航空のニューヨークロンドン線に747が就航し、日本航空やルフトハンザー航空、トランスワールド航空やエールフランスなど、 初期に注文を行っていた他社にも次々に納入された。しかし当時多くの航空会社にとって747は市場規模に対して大きすぎて座席すべてを埋めるほどの乗客はなかった。そこで各航空会社は空席多数で飛ばすぐらいなら少しぐらい運賃を下げても席を埋めた方が良いと考え各種の割引制度を設け集客に励んだ。 その結果エコノミークラスの運賃が団体割引により大きく低下し、一般庶民が気軽に国外旅行に行けるようになった。現在では4分の1以上のシートが生まれば採算が取れると言われている。747は上述の通り、超音速旅客機が就航した暁には旅客輸送から退くことが想定されていたものであるが、 開発されたコンコルドやつ -144 は商業飛行の実情にそぐわない面が露呈するようになり各航空会社は発注を相次いで取り消し2707も開発が中止されたこうして本格的な超音速機の時代はついに訪れることはなくまた長い間747に匹敵するキャパシティや航続距離を持つ旅客機も他にないため 21世紀初頭に至るまで747は国際路線の花形、航空会社の顔として世界の空に君臨してきた。なお、生産機種は1991年以後は改良型の747から400に統合され、それ以前のタイプは全タイプ合わせて724機で生産終了となった。 747から8回のノーズドア1990年代から技術革新による高性能な新型機体が登場したことにより、キャパシティの面ではボーイング777から300やエアバス A340 から600にほぼ並ばれて、航続距離ではボーイング777から200、LR やエアバス A340 から500などに抜かれている。さらに、 2005年1月、エアバス A380 がロールアウトしたことにより、開発以来世界一を保ってきていたキャパシティでも追い抜かれた。また、形状やエンジンの問題により、747から100、200、300、そしてマイナス400も、エアバス A330 や A380、ボーイング777、787と比べると、 燃費の面ではかなり劣る。航空会社では、機体の更新時期が迫っているのに加え、原油価格の高騰で燃費の良い総発機に切り替えたり、さらにボーイング777や767、エアバス A330 などの総発機でもいいタップスを取得することで長距離予常飛行が可能になったことや、各国で空港設備が充実したことなどにより、 大型機のフライト数を減らして中小型機で多頻度運行する動きが広がっている。2000年代にはボーイング747から400を超える大型機としてエアバス A380 が開発されることが発表されたが、ボーイング社は747から400の後続距離を延長した747から 400ER の製造を開始し、さらに機体を延長して、 キャパシティを増大させ、新型の低燃費エンジンなどの最新テクノロジーを利用し経済性をさらに高めた新機種ボーイング747から8の製造を正式に決定した。これにより収益率の高い大型機市場をミスミス他社に譲り続けることはないと考えられている。現にボーイング747シリーズの旅客型の受注はかつてに比べて少なくなっており、 エアバス A380 に押され気味であるが、貨物型の受注は A380 が受注をすべて失ったのに対し、ボーイング747から8は好調である。経済性は A380 と同等である上に、もともと貨物機構想から生まれたこともあり、民間旅客機ベースの貨物機で、ノーズカーゴドアが設置可能なのは747型機のみという利点もある。 しかし貨物型もボーイング777回に押される形で受注に陰りが見え始めた上、2019年12月からの新型コロナウイルス感染症の世界的流行の影響で航空需要が一気に低迷したことも相まって、2020年7月にボーイング社は2022年をもって747から8の生産を終了することを表明した。 予定通りであれば、ボーイング747シリーズはこの形式をもって生産終了となり、約半世紀の生産に終止符が打たれることとなった。また競合機である A380 も受注源により生産終了が決定しており、新規開発がなければ、将来的に民間路線から48機が姿を消すこととなる。ボーイング747は一度に多くの旅客を運ぶ。 超大型機であるため安全確保のために当時の最新鋭の技術や新機軸が投入された。また超大型機にもかかわらず従来と同じ飛行場で運用できるように設計された。747から100から300のコクピット経済性を考慮してフェール政府を全面的に採用している。これは少々の故障では墜落せず。 最寄りの飛行場まで安全に飛行を維持できるように配慮した設計を施し、一方で完全な飛行機を維持整備するための課題な点検と交換のコストを抑えるための方針であり、747の信頼性整備方式による経済性を支えた大きな力である。それまでの旅客機は機体が大型化するたびに離着陸に要する滑走距離が伸び、 滑走路の延長が必要であった。747は当時の707や DC-8 と同じ距離の滑走路で離着陸できるよう設計された。それでも747が離着陸するには最低でも2500メートル必要で安全に余裕を持たせるためには3000メートル以上あるのが望ましい。また現在では 箱館空港などの地方空港でも離着陸することができる。しかしながら騒音などの面で問題もある。マイナス100、マイナス200型の螺旋式階段マイナス400型の2階客室アメリカ空軍の E-4BB747 にはマイナス100型、SR 型、SP 型、マイナス 200B 型、マイナス300型、マイナス400型、マイナス 400D。 マイナス 400ER、そして現在製造中のマイナス8型など、多数の派生型が存在する。また、軍用機として、アメリカ軍用の E 4や VC 25などが存在する。空中給油機型もあり、アメリカ軍での採用は得られなかったが、イラン空軍で使用された。乗組員はマイナス300以前の方では、機長服装重視、副操縦 航空機関士の3名だが、747から400型、マイナス 400D 型、マイナス 400ER 型、マイナス8、旅客型は、基調、副操縦士の2名である。また貨物機としてマイナス 200F 型、マイナス 400F 型、マイナス 400AF 型、マイナス 400LCF 型、マイナス8回型があり、これらの他に、 旅客型から貨物型に改造された型も存在する。さらに、価格混合型として -200C 型、-200M 型、-300M 型、-400M 型も存在する。マイナス -300 以前までの機体は747クラシックと呼ばれ、マイナス -400 シリーズはハイテクジャンボやテクノジャンボと対別される。システムが異なるため、 乗組委員の操縦免許も別扱いとなる。LR 型という表現もあるが、SR 型に対比する上での表現であり、特に LR 型という派生型があるわけではない。747から100初号機、シティオブ・エヴァレット1970年に就航した747の初期モデル。パンアメリカン航空によって同年一月にニューヨーク・ロンドン線に路線就航し、 その後同年中にトランスワールド航空やノースウェスト航空、日本航空や英国海外航空、ルフトハンザ航空やエールフランスなどの各国で路線就航した。登場時には主にエンジンの出力不足の問題から、航続距離等が予定性能に達せず、水噴射システムを装備することにより、離陸重量の引き上げを行うなど苦労したが、九百七十年にハイリエンジンを 順次、パワーアップして、十分な高速性能を持つようになった。当時マイナス100アンペア型と区別していたが、当初水噴射システムエンジンを装備していた機材の、大半は、パワーアップしたエンジンに回収されたため、マイナス100アンペア型もマイナス100型と呼ぶようになり、型番が統合された。日本航空は1970年4月に同景機を、就航させ、 2006年10月まではマイナス100の発展型747から100倍と手動運用していた。また、原型とも言える747から100倍とも運行していたが、これは2006年初頭までに退役した。マイナス 100B は短距離機としてマイナス 200B と並行生産されたもので、世界でも日本航空以外はイラン航空及び、 サウジアラビア航空の2社しか発注していない。日本航空の -100B は後日の SR の増備機であった。またこのうちの数機が貨物型に回収された。アメリカではパンアメリカン航空、ノースウェスト航空、トランスワールド航空が国際線で、アメリカン航空、コンチネンタル航空、デルタ航空、ユナイテッド航空は当初は、 アメリカ国内路線での活躍にとどまった。ユナイテッド航空においては、当初同社が国内路線のみを主に就航していたものの、1970年代に導入された航空自由化を受けの地に国際線へも進出していった。その後は自社購入機材と合わせて、パンアメリカン航空の太平洋アジア路線を購入した際に譲り受けた機材を、 成田経由のアジア路線で飛ばしていた。しかし、1970年代初頭にボーイング747を購入したパンアメリカン航空とノースウエスト航空、トランスワールド航空、ユナイテッド航空以外の航空会社は、輸送力過剰であることや使い勝手の悪さなどの理由から、双発機や三発機を置き換えた。特にデルタ航空の場合は、 単中距離国内線のアトランタガラス、ロサンゼルス線に運用を限定していたため、本領発揮にはほど遠く、そのため、新機材の選択をより慎重を要して、ロッキード L-1011 トライスターが選ばれた。また、イースタン航空は、一時パンアメリカン航空からリースして国内線に使用していたものの、輸送力過剰だったため自社が、 ローンチカスタマーとなったロッキード L-1011 トライスターを受領すると返却している。アメリカン航空の場合は大西洋路線へ進出を図り DC-10 から30と共に活躍をしたものの結局は輸送力過剰であったことから1980年代初頭には前期が売却された。日本船乗り入れに際しては1987年に 当日の 747SP を中古で購入し、成田ダラスフォートワース線に就航させたものの、燃費が悪いことや、機内装備の旧対化から1990年代半ばには、MD-11 へ切り替えた。また、コンチネンタル航空については吸収した格安、航空会社、ピープルエクスプレスが保有していた747を、そのまま獲得し、 国際線機材として復活させ、このルールからの成田路線にも就航させていたが、777から 224ER の導入などで全機が売却された。2018年にゼネラルエレクトリック社のエンジン試験用に使用されていたもと、パンアメリカン航空の機体が退役し、アリゾナ州のピマ航空博物館で生体保存されることになったので、 飛行可能な747から100はイラン空軍所属の数機のみとなった。イランでは経済制裁のためボーイング社製の新しい機体を購入することが難しく、パフラビー町時代の1970年代に購入した機体を2020年現在でも多く使用している。イランでは 747SP 型機、成田国際空港。 第2ターミナルでパンアメリカン航空のファントリップ元会長らによる東京ニューヨーク無着陸直行便の就航を目的とした機材の開発依頼に応えてマイナス100系を大幅に単動化の全長を誇る普通の747シリーズに比べ本形式では56メートル程度とおよそ20%もカットされているして重量を低減することにより 後続距離の増大を図ったモデル。SP とはスペシャルパフォーマンスの略。戦術した通り胴体を通常の747と比べて大幅に短縮したため他のモデルとシルエットが大きく異なる。単動化によるモーメントアーム現象への対策から垂直、水平尾翼とも翼端を各1.5メートルずつ延長している。 また他の747と違いフラップはシングルスロッテッドで火力面のフラップトラックがない。747SP 型は重量軽減のために胴体を短縮したが、副次的効果として機体がエリアルールに即した形状となり、巡航速度が向上した。ボーイング社自身もこの予想外の効果に驚き、747の主導開発へとつながっていった。 1976年にパンアメリカン航空の東京ニューヨーク無着陸直行便に初就航した。生産機数では747シリーズで最も少ない45機羽田空港にデモフライトとして、飛来実績があり、日本国政府専用機の候補として上がったこともあるが、日本の航空会社からの発注はなかった。また、機体の小型化のために、 航続距離が長くなったことを生かし、アラブ首長国連邦やバーレーンなどの政府、専用機として使われることも多い。イラン航空は2011年まで 747SP 型を日本への定期便で運航していた。しかし、そのイラン航空も2018年5月22日のフェリーフライトをもって 747SP 型を退役させた。2020年現在、 ラスベガスサンズやオマーアン政府などが VIP 仕様に改装された機体をフラットビットニーがエンジン飛行テスト用の機体を NASA が製造権赤外線点問題を所有するなど6から7機程度が稼働状態にあると考えられる。日本航空 747SR-170 年代の日本の航空事情は利用者が増加したにもかかわらず 空港インフラストラクチャーが貧弱なために主要空港の発着数を増やせないことから1便あたりの乗客数が多いという特徴があった。しかも短距離で離着陸回数が多い日本市場専用にマイナス1 0 0 k をベースとして開発された短距離路線専用モデルが SR-100 である。ボーイング四十七型機の最大のカスタマーとなりつつあった日本航空が ローンチカスタマーとなり導入された。SR とはショートレンジの略であり、当初はボーイング社によりスーパーエアバスと称されていた。ローンチカスタマーの日本航空と全日本空輸のみが発注している。なお、抗義の SR には前日の -100B の内日本航空が導入した機体を含めることがある。長くとも3時間程度の日本国内。 路線専用機材のため、ギャレーやトイレ設備の簡略化と数の削減が行われた上に、座席間隔を詰めて、座席をギリギリまで詰め込むことにより、全日本空輸によって導入当時は民海航空市場最多そして、世界初の500席仕様が提供された。また、離着陸回数が増大するのに耐えるため、機体構造の一部を強化し、 疲労破壊に備えてマイナ -200 型と同様の膠着装置への変更やブレーキの改良などを行った。最大で陸重量を引き下げ、着陸量を低額に抑えている。全日本空輸が導入の際、マイナ -200B 型では搭載エンジンが選択可能となっており、CF6 から50の水力を落としたマイナス -45 を選択している。 全日本空輸 747SR-100、SR-100 が国際線に投入されたケースもあり、日本航空では大阪国際空港の大阪グアム線に前運用として使われていた。本来国内線用の機材のためギャレーが少なく、フライトタイムも2時間半程度と短くしかも、深夜帯のためにアルコール類の提供サービスが行われなかった。 日本航空所属の機体番号 JA8119 は1978年に発生した日本航空115便尻持ち事故の後、ボーイング車により施された後部圧力隔壁の修理ミスが原因で1985年8月12日、単独機としては航空機事故で史上最多の死者を出した日本航空123便墜落事故を起こしている。 この影響から日本航空は SR-100 型の運航を早期に終了することとなった。また全日本空輸では飛行時間が6時間を超える中、長距離路線である東京ホノルル線や東京シドニー線、名古屋ホノルル線でも SR-100 系を運航していた。これらの路線へ投入すべく一部の機材を国際線使用機へ改造している。 エンジンを -200B 型と同じハイパワー型の CF6 から 50E2 にスワップして最大で陸重量を引き上げ機内設備も国際線仕様へと変更するなど大掛かりな改造を行っている。またこれらの改修以前にも香港やパースなどへの国際センジャータービンに使用していた。なお SR 引退と前後して両社とももともと国際線用だったス0 0 B 型や -100B 型を国内線に投入している。日本航空では1988年から引退が始まり、-400D 型の受領が発揮完了した1994年、残っていた JA8124 の売却をもって、SR-100 全機材の登録が抹消となった。また全日本空輸も2006年3月10日の、 鹿児島発羽田港 NH624 便を持っては引退。日本の定期便から SR-100 型は消えた。なお、元日本航空機の1機は NASA のスペースシャトリ輸送機として2012年まで運用されていた。これは元アメリカン航空の747から100改造機に次ぐ NASA2 機目の機材であった。その後、これらの2社で使用されていた。 SR-100 の多くは、貨物機へと改造され、エバーグリーンインターナショナルエアラインズインクや、ユナイテッドパーセルサービスが、SR-100 貨物機ユーザーとなっている。また、日本貨物航空も、全日本空輸から購入した、SR-100 を SR-100 回へ、改造し、中、短距離路線への投入目的で、アジア諸国路線に就航させていたが、 2006年1月28日のニューヨーク発アンカレージ経由成田国際空港業 KG115B をもって退役した。また UPS についてもマイナス 400F の導入により退役した。日本航空747の100バイト、主度日本航空747の100バイト、主度の2階から300型のボディにマイナス 100B 型のエンジンを搭載したモデルで、 日本航空が発注したのみでわずか2機しか生産されていない。このケウな機体は外見はマイナス300型と同じだがマイナス100型が搭載していたエンジニア、その他システムをマイナス300のボディに流用している。そのため、マイナス 100B、主度という形式が与えられている。あとに JTQD-7A エンジンが生産終了になるとマイナス300をベースとした日本。 国内戦線容器 -300SR が増備されることとなった。この機材も日本航空が発注したのみである。口述の -300SR と合わせて SR 主導と呼ばれることがある。アルゼンチン航空747-200倍とルフランス747-200倍とマレーシア航空747-200倍ス -100 型の機体構造を強化して、 性能を上げたモデル。747クラシックの標準的な旅客機型の機体である。開発当初は747バイト型と呼ばれて、いたが初期型が -100 型に名称が整理された時点で -200B 型となった。日本では日本航空と全日空が、アメリカではノースウェスト航空、ユナイテッド航空、パンアメリカン航空、 アメリカウエスト航空が使用した。ヨーロッパなどのマイナス -200B ユーザは個性豊かで航空会社によってエンジンメーカーも異なっていた。エールフランス、ルフトハンザ航空、KLM オランダ航空、アリタリア航空は G 製、CF6 から 50E2 を、英国海外航空は RR 製、RB211 から 524D4、エアインディア。 イベリア航空、アルゼンチン航空、南アフリカ航空は、P&W 製 JTQD-79 を装備した。サウジアラビア航空も RB211 の 524D4 を選択したが、マイナス -400 以降は CF6 から 80C2 倍と1回を選択した。また、イギリス連邦諸国のキャセーパシフィック航空、カンタス航空、 ニュージーランド航空は共に、イギリス製の RB211 の 524D4 を選択した。キャセイパシフィック航空、サウジアラビア航空、ブリティッシュエアウェイズは、同じ RB-211 エンジンを搭載した、ロッキードトライスター L-1011 系を保有していた関係で、整備の都合上とされた。また、カンタス航空と、 ニュージーランド航空の場合には路線により、ブリティッシュエアウェイズの乗務員が運航していたことと、ロンドンヒースロー空港での整備の関係であった。サウジアラビア航空とニュージーランド航空はその後にマイナス400以降のエンジンを CF6 から 80C2 バイト1回へ切り替えた。例外は、マレーシア航空の747の236バイトの2機で、 RB211 から524を装備している。もともとは、ブリティッシュやウェーズ向けとして製造されたものの、キャンセルで1年以上も、ボーイング社で保管していた。マレーシア航空はこれを、格安で購入。初の747として、クアラルンプールから欧州へのフライトに備えていた。日本に寄港したのはそれから10年以上後で、ロサンゼルス先機航便に使用していたが、 現在は貨物専用機へ改造された。そして日本航空が1983年に導入した3機の -200B 型は、より自重の重い -300 型に搭載されている JTQD-7R4G2 を搭載している。また追加の燃料タンクを搭載し、最大で陸重量を引き上げることによって、航続距離を1万 1000km 以上に延長。 軽量なマイナス -200B のボディにパワーの大きいマイナ -300 のエンジンを組み合わせることにより SP 型並みの性能を得ている。これにより日本航空は当時最大のライバルだったパンアメリカン航空の東京ニューヨーク直行路線へよりキャパシティの大きいマイナス -200B 型を投入し巻き返しを図ることに成功した。なおその後同型の使用機を ノースウェスト航空やユナイテッド航空も導入している。747から300搭乗後の1984年から1986年には、就航中の747から200バイトのアッパーデッキをマイナス300同様に延長する改造工事が、KLM の10機と、歌フランス航空の2機に施行され、マイナス 200B、主導という形式を得ている。 これらのマイナス -200B は、マイナス -400 の出現などでマイナス -200BSF への転用改造やチャーター会社への売却が増えており、例えばアトラス航空ではこれらの中古旅客機を購入して貨物機へ改造することも積極的に進めている。このような中古機は老朽化が進み、滞空時間の面でも余裕が少ないという見方も、 強いことから残された寿命もそれほど長くはないとも言われているが、タイのオリエントタイ航空やプーケット航空などの新興航,航空会社がこのような中古の747から200バイトを積極的に導入しているほか、ヨーロッパ、米国などへのチャーター便を運航する航空会社も導入しているため、今後しばらくは運用が続くとする見方もある。2005年現在、 保管中の747から200バイトは、ピナルカウンティ、マラーナ飛行場と、ラスベガスマッカラン国際空港などで合わせると、およそ30機ほどある。ノースウェスト航空747から200回1969年に、ルフトハンザ航空の発注により開発された、貨物型の機体で、機種部のコックピット前方にヒンジを持つ、バイザー式貨物扉を装備し、 床面に動力式のローディングシステムを装備し、貨物の投稿、はじめ作業を簡略化できるよう改造されている。バイザー式貨物扉及び動力式のローディングシステムは以降の各貨物型へと引き継がれる。なお、日本貨物航空が受領した JA8194 号機は747クラシックの最終号機でもある。一方アメリカではパンアメリカン航空、 ノースウェスト航空、フライングタイガーラインがこれを採用してきた。現在では、ノースウェスト航空、アトラス航空、ポーラーエアカーゴ、UPS、カリッタエアが巡貨もつき、または貨物改造機を飛ばしている。日本では、かつて、フライングタイガーが、成田、伊丹のほかアメリカ軍横田基地などといった、アメリカ軍関連輸送にも従事していたことも、有名であった。 アジアでは大海航空、中国国際航空、チャイナエアライン、キャセイパシフィック航空、シンガポール航空、サウジアラビア航空が導入している。日本では日本航空、日本貨物航空が採用した。当時の日本航空の機材には、パンアメリカン航空からの購入機が2機あり、JA8160 と JA8165 が該当していた。 ただし、両者とも747から400回方への置き換えにより、国外に売却された。日本航空が運航していた JA8132 など、ごくわずかながら、サイドカーゴドアを備えていない機体が存在する。イラン航空のボーイング747-200、M ワールドエアウェイズが最初に導入した機体で、貨物、旅客、または、客家混合輸送も可能とした。 いわゆるコンバーチブル機である。機種部には、バイザー式貨物扉や、サイドカーゴドアも装備している。生産した機体はそれほど多くはなく、大抵は貨物専用機で使用しているところが多い。パキスタン国際航空747の 300-747SP における設計変更から副次的に、エリアルールの効果を得た経験を受け、 マイナス200型の2階部分を後方に延長したモデル。空気抵抗の増加が少ない割に座席数を大幅に増やせるため航空会社に広く受け入れられた。一部の航空会社ではマイナス100型やマイナス200系を改造してマイナス300型のような胴体にしたところもある。このような機体はマイナス100、主導マイナス200、主導と呼ばれ。 マイナス300とは区別される。1982年に初号機がロールアウトした後にスイス航空へ納入された。後にシンガポール航空、歌日本航空、南アフリカ航空、キャセイパシフィック航空、バリングブラジル航空、マレーシア航空、サベナベルギー航空等へ納入された。 エアインディアが保有している747から300型は B747 のクラシックとしては最後期に生産された機体ということもあってマイナス400と同様のフェアリングに変更されている。また747クラシックの特徴であった主翼端の HF 対アンテナもなくエンジンもマイナス400と同じ GE 社の CAF6 から 80CE を搭載しているため窓と一部違いはあれど 外見上は747から 400D があったと区別がつかない。このエアインディアの747の300はかつて成田空港に定期便として就航していた。またエアインディアの同系機は過客混載機でもある。このコンビ型はシンガポール航空や KLM オランダ航空でも使用されていた。 日本航空747から 300SR1988 年に SR-100 型の後継機として日本航空に納入された機体。2階席部分の客室が伸ばされたために当時としては世界最大の座席数が設定された。このマイナス 300SR は世界でも4機しか生産されておらず、導入した航空会社も世界中で日本航空のみである。 前述の -100B、100 B 主導と合わせて SR 主導と呼ばれることもあった。機体そのものは -300 型だが、日本国内での特殊な運行事情に合わせ SR100 型や、後継機の -400D 型と同じ久保で補強が施されている。そのため、ベースとなった -300 型に比べて、機体の事情が重い。エンジンは、 ベースとなったマイナス300と同じ JTQD-7R4G にエンジンを搭載する。そのため、国際線士用機への改造を施せば、中、長距離路線へ投入が可能である。納入直後から SR-100 型のより、直接的な後継機となるマイナス 400D の、納入が開始されたため、マイナス 300SR 型は、すべて中長距離路線就航に合わせた回収を受け、 日本ホノルル戦などで活躍し、2009年7月24日の那覇発東京業 JL3946 便をもって優勝飛行を終え、日本航空から引退した。コルセールフラインの747から400から300型までの、いわゆる747クラシックの後継機として、新世代の技術を投入し開発されたモデルでハイテクジャンボと呼ばれる。 航空機関士を要しない二人乗務が可能となった等で在来型から劇的な進化を遂げた形式である。外観はマイナス300と比べウィングレットくらいしか大きな相違点がないため、マイナス300も導入していた各航空会社では新型機と印象づけるためもあり、日本航空ではスカイクルーザー、全日空ではテクノジャンボ、シンガポール航空では メガタップなどの愛称が付けられた。なお貨物型の2階部分は100や200と同様の形となっている。1989年にノースウェスト航空が運航を開始し、その後日本航空やシンガポール航空、キャセイパシフィック航空やバリグブラジル航空など世界各国の航空会社に導入された。さらにその後貨物型のマイナス 400F や 火却混載型のマイナス400コンビ、航続距離延長型のマイナス 400ER、日本国内線専用のマイナス 400D などが開発され、ボーイング747ファミリーの中では最多の生産数となる633機を記録した。2009年9月をもって生産終了をした。747から8回747シリーズの最終モデルである。 マイナス400の後継機として787に似た主翼そして同じエンジンを装備し、わずかに胴体を延長した747の最新モデル。現在747で唯一生産されている形式である。旅客型のマイナス 8IC と貨物型のマイナス8回がある。747としては初めて旅客型より貨物型の受注が先行した形式である。 777から300とエアバス A380 との中間程度のキャパシティを持つ機体となった。その容量を生かした内装は施されているが、787に装備された旅客型の客室内加湿システムは導入されていない。2017年7月30日、B747 から 8i の最後の引き渡しが大韓航空へ行われた。機体記号は、 HL7644。この HL7644 が最後に製造された B747 シリーズの旅客機となった。2019年11月現在、B747 から8回は UPS 航空へ残り13機、ボルガドニエプル航空へ残り4機の大きい予定。カバーを外したロールズ、ロイス RB211 膠着装置、サービスライフは 20年程度として設計されている。747LR の場合、総飛行時間が6万時間、離着陸回数は2万回となる。747から100シリーズ総生産機数、205機 747SP 総生産機数、45機747から200シリーズ総生産機数、393機747から300シリーズ総生産機数、 81機747から400シリーズ総生産機数、694機。詳しい最新の情報は次のページを参照。リストオブボーイング747オペレーターズ。 ウィキペディ、B747 から300、B747 から400、B747 から 8I、B747 から8回、B747 から400回、B747 から 8I、B747 から400。バーレーン政府専用機、B747 から300、B747 から200、B747 から100。 B747SPB747 から 400B747 から 300B747 から 200B747 から 100B747SP 100アジア地域ヨーロッパアメリカ地域南アメリカ地域オセアニアアフリカ地域政府等上記5機の詳細はポケモンジェットを参照 N7470 シティオブ エヴァレットアメリカン航空の N602AAR のハイブリッド塗装に NASA のマークを付けた N905 なスペースシャトルを輸送中の NASA 所有747から100改造機、ルフトハンザドイツ航空の D アビア全日本空輸、ポケモンジェット JA8957、デルタ航空博物館に保存された747から400生産台1号機、B747 は、 製造数が多いこともあり、多くの航空事故に遭遇している。設計上の欠陥による事故は少なく、操縦ミスや不適切な修理や整備による事故やテロリストによる事件が多い。機体の経年化による事故も起き始めている。ありがとうございます。